結構いつもお人柄がいいと思いますけど、これはなんていう、なんて読むかな、ウィスタリアユーリア、あ、これ初めてですね、あの向こう側丘遊園さん、銀座フォレストさん、来ました、来ました、来ました、で今ですね、なんか革命のエチュードとかもいろんな曲ですね、ラ・カンパネラも、ね、ものすごいスピードで弾かれてたっていう若いお兄様が、すごかったですね、こうすごい響くからですね、どうなんでしょうかね、ソフトペダル踏んだ方がね、ほら、すごい響くの、これ。ねえ、もうすごかったですよ、なんかね、もうギンギンに響いてるな、この声もすごい響きますね、びっくり。いやー、でもここはいいかもしれないですね、はい、それでは、ちょっと格が合ってるかもしれないですね、さっきちょっと書いてたんですけど、ちょっと一回切ってからですね、坂本龍一さんの昨日弾いたんですけど、同じフローっていうのをね、まずやってみたいと思いますので、はい、ありがとうございます。